正義の方、憎しみを超えて愛を取れ。大川隆法。あなたに送る言葉。丸一。地球レベルでの正しさとは何か。地球的正義とは何かについて答えるとするならば、世界の方々から見て地球的正義に見えるかどうか、ということが一つの判断基準になります。世界にはいくつもの国がありますが、どの国もある程度自分の国の国益というものを中心に海外に対して言論を発信しています。そして当然その言論に対して納得のいかない国は自分の国の立場に基づいて反論し批判をします。時には意見が対立したまま平行線をたどることもあります。しかし大抵は一つの大きな力を持った国がリーダーとなって世界を導いていく形、すなわち各時代のいわゆる覇権国家、最強の国の考える正義が地球の正義になる場合もあれば、また国際連合等の現代の国際社会において多数の同意を得られた考えが正義と考えられる場合も多いかと思います。その中でこの日本という国は長らく世界で主導的な立場に立てる位置にいたにもかかわらず、的確なる価値判断を世界に発することができなかったことをとてもとても残念に思います。また言うべきことがなかったというのであれば、誠に情けないことでしょう。考え方の順序としてはこのようになります。まずこの国において守られるべき正義とは何であるかということをはっきりさせます。さらにその考え方が他国の考えている正義と両立しない場合には、それをどのように考えていけばよいかということに作業が移っていきます。最後はそれぞれの国に応援する国家がつくはずですので、応援する国家の意見も交えて、地球的レベルでの正しさとは何かということが決まっていくことになるわけです。地球的正義とは何かより、